あ、2時3時スマブラ大会やるらしいね。マジ熱くね？なんで今更なんだろう。今更というか、まあ、なんでやるんだろうね。2時3時スマブラ大会さすがに熱いよな。やっぱね、昨今本当に、ああいう、てかまあ、やっぱ任天堂がね、やっぱちょっと企業絡みの、なんて言うんだろう、企業絡みのイベントやっぱしづらいじゃん。今って。そういうさ、配信者が集まってさ、やろうみたいな。今、結構頑張らないとできない中で、やっぱ2時3時クラスのパワーを持っていると、まあ、てかまあ、任天堂があれだよね。確か許可持ってるみたいな話だったよね。2時3時は確か。2時3時、だから逆に2時3時ぐらいしかできないんだよね。今多分。逆に。CR カップとか多分開けないんだよ。スマブラで開こうと思っても。あと2、3時がやってくれるの熱いっていうか、もう2、3時ぐらいしかもう多分やってくれないともう終わりというか もうどこもやれないっていう状況だから、マジ熱いやってくれるの、普通に。セコンド、でも2時3時の人で知り合いの人いないかな、さすがに。セッションなさすぎて。いるはいるか、ちょっといるか、ちょっとはいる、いたわ、そういえば。コーチング。でも今回なんか人ありえん多くなかった。俺見たんだけどさ、トーナメントみたいな。人ありえないぐらい多くなかった。なんか、前の CR カップとかはさ、なんか一人一人コーチついてみたいなノリでやれたけどさ、なんかそういう次元の人数じゃなかったぞ、今回見たけど。次のおばさんみたいに言っちゃダメだよ。ウケる？ちょっとねー、1試合に140%じゃ勝てないっすよ。もうちょいダメージ与えてくんないと激戦もできないんで、ちょっとお願いしますよ、ちょっと。誰にやるかによるけどそれ。いや、それちょっとできないのはよくわかんないかも。でも、全然コーチングとかしたら面白そうや。したら面白そうでか、まあ、どんぐらい作るかによるけど、周りが。コーチングするなら今ノリに乗ってる若者じゃなくて経験豊富なおじたちじゃない。まあまあ確かに。まあでも、ミーヤーとかにコーチングさせたらマジでありえないこと言いそうで面白いけど。いや、無理やろみたいなことを教えそうでちょっと面白いけどな、普通に。そのトロッコは絶対反射。これは見てから反射してください。スマブラとやらせるか、23時、スマブラ。ちょっとやっぱ23時半生かすために一旦スマブラ始めましょう。いやー、ガチで言いそうだからちょっと面白いな。さすがにおもろいです、言ったら。首で。姿勢が悪いか。想像できるもん。腹筋調子いい、このデブ。レート1200ぐらいまで落ちてもやれって言いそう。もう最強いけるか？
いや、こいきあり。まあでも2時3時スマブラ大会実際に誰勝つのか純粋に気になるが、ちょっと楽しみだな普通に。なこれ、さすがに。え、最強ゲラ、とんでもないベクトルだったけど、いました今日。アバさんはまああれなんじゃない、今回解説っていうかなんかやるんでしょう。 MC か解説か実況かわかんないけど、まあならコーチングとかやんないんじゃない。なんかな、やりたいけどね、普通に。向こう側がその、よし、それを良しとするならば、オーチングとか、全然めっちゃ面白そうだから。けどまあ、なんかまあ、あんだけメンツがいて、やる人やらない人差出ちゃうんだったら、まあ、やらないんだろう。とは思うけれども。あ、たたたたた。なつ、つ。あぶね。まだギリさすがに受け身取れるか、このパーセントは。あ、ダッシュが。何これ、無敵の人。えら。あん。なんでだ？なんだこれ？ラッキー。ちょっと、あ、宴宴。フォックスの破壊力ならワンチャンあるよこれ。な。まあ、めでた。目障り金が出てきちゃった。目障り金除去。ボブやん。うわぁ、やばい。失礼します。まあまあまあ。あっぶね。ああ、すいません。チュッ、チュッ、チュッ。ほい！なあ。え？おい、なんか砂しか食らってなかったぞ、今。巻き上がった砂しか食らってなかっただろ今。なんで死んないんや。